今紹介していただきました弁護士の新里です。宮城県の弁護士、そのうちの219、過半数を超えた支持が桜井さんに集まりました。私は仙台で34年弁護士をしていますけれども、国政選挙に会の有志が集まったことも、これだけ過半数を集めたこともありませんでした。なんで私たち弁護士がそれまで思いを込めたのか。それはこの日本の平和主義であり立憲主義が安倍さんのことで壊されるんではないか、そういう危機感の表れなんですよ。弁護士会も安保法制に反対を本当に頑張りました。その中で政府はこれまで集団的自衛権については憲法に違反するんだという解釈をずっと進めてきました。そしてそれは国民の多くの共感を得てきました。ところが安倍さんがやったのはどういうことでしょうか。まず反対派の長官、内閣法制局の長官の首をすり替える、そして自分の思う長官を入れ替えて、そして強行で採決をしていく、こんな安倍さんだからこそ私たちはこれだけ集まってきたんですよ。皆さんも同じ思いではないでしょうか。立憲主義って何ですか。それは憲法が国民を縛るものじゃないんですよね。権力は暴走する、だからこそ権力を縛る、それが立憲主義なんです。それが安倍さんのところでずたずたにやられてる、だから私たちが結束してきたんです。しかしこの219人みんなの支持を集めました。だけど普段はいや与党だよという人もいます。それから俺は無党派だよという人がいます。しかし今回の平和主義が壊れるのではないか、立憲主義の復活のため何よりも安保法制を廃案にしたいという、そういう一点でいろんな心情を超えて集まったのがこの219名です。皆さんの中でも普段は自民党だよねという方もいらっしゃるかもしれない。自民党の中からも何の反対にも声が上がらない、いいんだろうかこれが自民党で、そういう思いを深めている方もいらんではないでしょうか。そして普段は選挙なんて行かないよ、関心のないよ、だけどもそうではないんだ、それが皆さん少しずつ集まってきたのではないでしょうか。新聞報道でも無党派の方は桜井さんを支持しているのが圧倒しているとデータで出ていますよ。やっぱり普段は選挙に行かない、だけどおかしいぞ、そのおかしいという声を何とか出していこうというのが桜井さんに集まってきたんではないでしょうか。あと数日です。気を緩めてはダメです。皆さんここにいる方が皆さんは投票してくれますよね。だけどその皆さんが1人でも2人でも10人でも仲間にお願いをして初めて勝利が勝ち取れます。今もしかすると桜井さんと正候補者が横一線と言われていますけど、なんとか皆さんの力で桜井さんが追い落とすように頑張ってくださいよ。そしてこの宮城から野党、共闘、そして市民の力で日本を変えていきましょうよ。あと数字ですけれども、皆さんが努力すれば桜井さんを当選させることができます。そして日本を変えることもできます。いいですか皆さん。さてと雨も降っていますけれども、ちょっと傘を少し横にいただいてしていただいて、桜井さんの当選のために頑張ろうコールをしますよ。いいですか皆さん、準備いいですか。よし、桜井さんの当選のためにみんなで頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。は
ました。